今回はナルトシリーズはクカシ VS イタチの会話と戦闘シーンを紹介していきます。最初はナルティメットヒーロー2の会話と戦闘シーンです。た修行が終わってボロボロだってのに一人で宿探せなんて一つくらい言ってもよ、エロ仙人のやつ。ナルト君、一緒に来てもらおう。イタチさん、ちょろちょろされると面倒ですし、痛めつけて動けなくした方が。なんだってばよ、こいつら。久しぶりだな、サスケ。サスケ。おお、あなたによく。一体何者です？俺の弟だ。うちはイタチ、あんたを殺す。これ以上好きにさせるわけにはいかんの。イタチさん。ああ、相手が悪い。引くぞ。次はナルト激闘忍者対戦3です。久しぶりだな、サスケ。うちはイタチ、あんたを倒す。あんたの言った通り、あんたを恨み憎み、そしてあんたに復讐するためだけに俺は生きてきた。お前などに興味はない。いざ尋常に一本目初めて。ゲロ。シャリンガン。ゲロ。力を使いミッション成功。うちは助け。うちは一族は俺が復興させる。やったか。気づかないとは愚かな。お前は俺の現実に踊らされていたに過ぎない。何、今のは現実なのか。
あの時から少しも縮まらない。この差は何だ。今まで俺は何をしていたんだ。万華鏡シャリンガン。うわあ、お前は弱い。なぜ弱いか。足りないからだ、憎しみが。次はオリジナルシーンです。ようやく見つけたぜサスケ。またお前か。俺はあの時あんたを前にして冷静さを失っていた。だが今度はそうはいかない。言ったはずだ、お前などに興味はない。我が組織が今欲しているのは渦巻きナルトだ。そんなことは俺には関係ない。これは俺の戦いだ。己の器を測るため。そんなあんたのくだらない自己満足だけのために殺された。貴族のみんな、うちはイタチ、今度こそあんたを倒す。貴様など俺が相手をする価値もないな。いいだろう、愚かなる弟よ。くだらぬ一族と共にあの世で悔やむがいい。お前などに興味はない。いざ慎重、一歩目、始め。うっせぇ。あっ、力を使いすミッション成功。うっちは助け。うっちは一族、もう復興させる。ここまでやるとはな。長かった。これで俺の復讐が終わる。チャクラを使いすぎたか。体が、俺としたことが引かなければならないようだ。サスケ、次にお前に会ったとき、その時がお前の最後だ。また会おう。待て。逃げられたか。畜生、次こそは必ず。次はナルティメットヒーロー3です。ここの戦闘シーンはジライア VS キサメになっています。絶対に許さない。ナルト君、一緒に来てもらおう。なんだってばよ、こいつら。こんなお子さんに九尾がね。イタチさん、ちょろちょろされる前に少々痛めつけておいた方が。久しぶりだな、サスケ。え、あなたによ。一体何者です？俺の弟だ。うちだ、たち。あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。お前には憎しみが足りない。サスケ。さて、それでは九尾のお子様を。
そこまでだの。エロ仙人、お前らの相手はこのわしがしてやる。伝説の三人ですか。うずきますね。よっ、戦闘開始。うわっ、うわっ、こっちですよ。うわっ、そりゃシャクラ海底よっと、よっと、せい、おぉ、そりゃあ、うわっ、シャクラ海底よっと、わらった、よっと、おぉ、チャクラ、チャクラ回復、岩ガマの餌になれ。民法ガマ口すまり、お前はもうわしの腹の中、じっくり味わえ。弱いの。ぐわよよ、さすがにやりますね。ヒサメ、そろそろ引くぞ。時間をかけすぎた。まあいいでしょう。次はナルティメットアクセルです。この場面は戦闘シーンはありません。うちはイタチ、あいつがこの里に帰ってきていただと。そしてナルトを追ってる。このままじゃナルトが危ない。間に合ってくれ。あいつが近くにいる。うちはイタチ。たく、修行してやるっつうからついてきたのに、一人で宿探せなんてひでえってばよ。違う、誰だ。こんなお子さんに九尾がねえ。ナルト君、一緒に来てもらおう。イタチさん、ちょろちょろされると面倒ですし、少々痛めつけておいた方が。ん、久しぶりだな、サスケ。サスケ、ほう、あなたによく。一体何者です。俺の弟だ。たち、倒すためだけに俺は生きてきた。お前は弱い。いい加減にしやがれてめえ。さて、それではキュービのお子様を。そこまでだの。エロ仙人、あなたはあの三人の。お前らはここでわしが始末する。イタチさん。ああ、相手が悪すぎる。ここは引くぞ。次はナルティメットストームです。この場面は会話シーンはありません。サスケとイタチ、運命の開口。
あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。今お前などに興味はない。戦闘開始。行くぞ。さっき。ふっ。いい感じだ。条件達成。任務成功だってばよ。次はナルティメットストームジェネレーション少年渦巻ナルト伝です。カカシたちは暁を退けることに成功するが、イタチ出現の方は弟のウチハサスケの耳に入ってしまう。一方その頃、渦巻ナルトは次のホカゲ候補であるツナデという女性を探すため、新たなる死ジライアと共に里の外へと旅立っていた。続く二人の旅路。その途中、とある宿泊施設で休息をとっていたナルトのもとに、その身を狙う暁が現れる。イタチとキサメの圧倒的な威圧感がナルトを襲う。何人も抗えない空間、緊張が張り詰める中、そこに一人の忍びが駆けつけた。その者こそイタチを狙い、イタチに恨みを抱く弟ウチハサスケだった。サスケ、今の貴様になど興味はない。ウチハイタチ、あんたの言った通り、あんたを恨み、憎み、そしてあんたを殺すためだけに俺は生きてきた。戦闘開始。終わろう。終わりだ。勝負あり。怒りに駆られたサスケはイタチと互角以上に戦ったかのように見えた。しかし攻撃は次第に見切られ、そして同日によってイタチの前にサスケは沈んでしまう。緊迫の事態、それを抑えたのはジライアであった。ジライアの実力を知るイタチたちはその場からの撤退を余儀なくされる。